ジンゲイ、潜水艦の進水式が行われ、日本の潜水艦建造計画も毎年建造できるようになっている。今回は防衛費 2% 時代へ突入した日本の潜水艦22隻体制はどうなるのかを詳しく見ていきますね。すでに話題に上がっている次期潜水艦に VSL 搭載型建造計画はどんな潜水艦になるのでしょうか。進む先に水素エンジンと次世代リチウムイオン電池での建造でしょうか。推測です。日本の防衛予算は当初分の2022年度で総計およそ5兆3687億円が計上されていたが、続く来年の2023年度分では同6兆円以上、最大で7兆円弱までの増額が見込まれており、5年後の2027年度には10兆円規模となるとの試算が行われている。2023年度分から2027年度分までの5年間の防衛費の総額は最大で45兆円となる計算であり、単純平均でも1年あたり9兆円規模に相当するため、戦後の日本にとってこれまでにない増額の幅となることはほぼ間違いない。日本の近年の防衛費の額の目安といえば、対 GDP 比で 1% という指標が長らく適用されてきた感があるが、この不分率が始まったと見ていいのは、今年2022年から46年ほど前の旧ソ連とアメリカの冷戦構造真っ只中の1976年だった。この時1976年に日本の内閣を担当していたのは与党、自民党の三木政権であったが、長期政権であった佐藤政権の後、後釜を担う党内の権力構想の激化から、派閥的には小さかった三木派は、偶然掴んだ政権の座だったと言ってよい。三木派は、ロッキード事件の解明をはじめ、多くの政治改革を唱えており、与党、自民党の内部では、少数派ではあったか、国民一般の間では、清廉潔白な印象が強く、時の自民党の実力者たちが、消去法で選んだ末の人選であった。そのため、三木政権は、自民党内にあって、かなりリベラルな思想、心情を有していたこともあり、三木当人は、首相を務めた、次期の靖国神社への参拝を、公人ではなく、私人としての行いだと明言するなど、今に続く禍根を残している。また、三木政権は、当時は、世界的に、国家単位の力を測るバロメーターとなっていた GNP、国民総生産を、防衛費の指標としても示し、日本の防衛費は、その対比の上で、1% とすることを、国内外に向けて打ち出した。近年では、こうした国家単位の力を測るバロメーターは、GNP、国民総生産から GDP、国内総生産に変更されたため、日本の防衛費もそれに連動して、対 GDP 比で 1% 前後に留め置くことが、歴代の政権でも常識として続いてきた格好だ。そのため、太平洋戦争後の日本において、大半の期間を与党として政権を担ってきた自民党に対し、野党やマスメディアの大半は、防衛費が増額される可能性が浮上するたびに、その不分率を持ち出しては、軍備の拡張を揶揄する構図が定着していた。太平洋戦争で、アメリカをはじめとする連合国に完全なる敗北を喫した日本では、憲法をはじめとして、軍の保有すら放棄しているとの解釈をする勢力も根強く、今の自衛隊へと、変遷を経てたどり着いたものの、依然、その予算には制約が多かった。そもそも、太平洋戦争の敗戦直後には、アメリカをはじめとする連合国から軍備を禁じられた日本ではあったが、アメリカと旧ソ連との対立が朝鮮戦争等で明白になると、
アメリカ側から再軍備を指示される方向へと変じた。当時の旧ソ連は共産主義というイデオロギーを他国に浸透させて、その国の体制を内側から共産主義に変革させる手法を推し進めており、そうして生じさせた国家を配下の共産主義陣営として世界に拡散させていった。ヨーロッパでは、おおむね東欧の国々がこの支配体制下に組み込まれて、西側諸国と対峙する状況が生まれ、アジアでも共産中国の政権奪取、北朝鮮の成立、北ベトナムのベトナム統一と旧ソ連を中心とする共産主義の台頭が起こった。こうした情勢下で、アメリカの指示のもと、日本では治安維持を名目に警察予備隊が組織され、これが保安隊へと拡充された後、今の陸海空の三自衛隊としてアジアにおける共産主義の伸長を食い止める防波堤として位置づけられていった。そのため発足した自衛隊の最大の仮想敵国は旧ソ連であり、その防衛の主眼は旧ソ連軍による北海道への上陸の阻止や戦略型の原子力潜水艦が核戦力の中核を担う存在となると、それらを太平洋に進出させないことが最大の目的となった。こうした旧ソ連の軍事力を封じ込めることが日本の防衛の最大目標となっていた状況は、同国が1991年に内部崩壊に至るまでの間、典型的な冷戦構造時のドクトリンとして打ち出されていたため、そこでしばしの緊張緩和がもたらされた。それまでは毎年その可能性は下がり続けていたとはいえ、旧ソ連軍が北海道への上陸作戦を行うことに備えた体制を敷いており、陸上自衛隊が保有する戦車の大半が北海道に配備されるなど、その備えは一貫したものだったと思える。ちなみに1991年の旧ソ連崩しから5年後となる1996年度の防衛計画の大綱によれば、陸上自衛隊では戦車約900両、火砲約900門を装備していたが、これが最新の2019年度の防衛計画の大綱では戦車約300両、火砲約300門と大幅に減らされている。日本の野党の一部やマスメディアで政権の批判を声高に叫ぶ者の中には、戦後一貫して時の政権が自衛隊の軍備を強化し続けたかのように言い募る風潮があるが、目に見えた脅威が薄れればそれに応じた縮小も行われていたと言えよう。旧ソ連の崩壊によって物理的に敵軍が北海道に上陸してくる蓋然性は必然的に薄れ、それに対応する戦力は削減されたものの、しかし一方で同じ1996年度と2019年度の防衛計画の大綱を比べた場合、増強されている部分も存在する。これが特に顕著なのが海上自衛隊であり、1996年度の防衛計画の大綱では、護衛艦約50隻、潜水艦16隻、航空機約170機の体制が、2019年度では、護衛艦約54隻、潜水艦22隻、航空機約190機と微増だが、着実に数量自体が増やされている。その中でも、潜水艦の16隻から22隻までの6隻の体制増は目を引くが、これは、2011年度の防衛計画の大綱で初めて示された後、今年2022年の3月に最新鋭の太平洋型1番艦太平洋が就役したことで、名実ともに実現を果たしている。太平洋は全長 84.0m、 全幅 9.1m、 深さ 10.4m、 基準排水量が3000トンと海上自衛隊の中では無論、これまでで
最大の大きさを誇るが、世界的に見ても、通常動力型潜水艦としては、最大クラスの規模といえる艦艇だ。かつての海上自衛隊の潜水艦の最大の任務は、前述したように、旧ソ連の戦略型の原子力潜水艦が太平洋に進出することを防止するものだが、近年では、増強著しい中国海軍の艦艇と対峙することに、主眼が移ったと言ってよいだろう。現在の海上自衛隊の潜水艦は、有事の際には、中国海軍の艦艇が西太平洋に進出することを防止することを狙っており、従って、東シナ海や南シナ海を主戦場として、中国海軍の艦艇の行動を抑止するために、日本が有する最大の戦力だと見さされている。2022年現在、海上自衛隊が潜水艦の22隻体制を確立した内訳は、前々級の親潮型9隻、前級の総流型12隻、そして最新鋭の太平型1隻だが、このところの通例に従って、毎年1隻ずつ、新増艦が就役している。最新鋭の太平型が、就役数を増加させるごとに、前々級の親潮型の退役が進められるとは思うが、それらも即時に解体処分されるわけではなく、一朝一夕の有事の際には、現役復帰が可能な状態で保管されていくものと考えられる。まあ、2023年度の防衛予算から、冒頭で述べたような増額が予定されているので、必要だと判断されれば、今後の防衛計画の対抗で、さらなる潜水艦数を増加させた体制が組まれる可能性もあるが、いずれにせよ、隻数はしばらくは加算されていくのだろう。